小麦終わった畑、サブソイラーパワーハローで混ぜてます。あ、ちょっとこれどんな感じか見てみますか。後ろちょっと後ろ見てみますね。降りてちょっと PTO を止めてちょっと後ろ上げてみてみますね。どんなになってるか。後ろの作業機はこれですね。サブソイラーとパワーハロン、これですね。これでコンビネーションで作業してます。杉山農場。いやー、なんていうことだ。またやってしまった。またやってしまったよ。サイドミラーがありません。スプレーヤーの竿をねぶつけてしまった。パコーンってぶっ飛んじゃいました。ぶっけてやってしまった。なんでだろうね、今年ね、やっちゃうね、不注意だね、完全に不注意なんだけどさ。いやー、もうね、完全に不注意なんだけどさ、もう今年スプレーヤーの竿は折っちゃうし、コンバインは電話中にぶっけちゃうし、サイドミラーも割っちゃったし、なんだろうな、後役だからかな。じゃじゃーん、新品のサイドミラーでーす。インターの営業マンさんが届けてくれました。イエーイ、治った。杉山農場。このレキシオンで折ってしまった電話中、もう新しいのに直してくれましたね。これ小麦買ってる最中にもう3日後には新品に直ってました。イエーイ、よかったよかった。今日のおやつは先生ファームさんがくれたおやつです。なんだこれは。クリーミーチーズしっとりバーです。なんだこれは。宮城のお菓子です。先生ファームさんのくれたお菓子です。先生ファームさんのくれたクリーミーチーズしっとりバー、これが俺の今日の燃料棒だ。燃料棒だ。うん、あー、チーズ味のクッキーの棒だ。うん、食感はね、あれだね、沖縄のチンスコーみたいな感じだね。これが今日の俺の燃料棒だ。畑はシマシマにしてます。ほら、サイドミラー見たら分かる。こんな感じだね。間開けて作業です。なんで CH ナビです。 CH ナビを使ってるから楽ちんです。CHC ナビ、決してアグローバルの回し物ではありません。CHC ナビがすごくいいんで、みんなに伝えてます。安い自動操作でもね、楽に作業ができてしまう。ナビは CH ナビ金額すごく安いんで、トリンブル使ってる人がね、
GH ナビを使うようになって、ああすごくいいねって言うんだけど、こんなことできないの、あんなことできないのってよく言われるんですよ。まあ金額はもう半分以下なんで、機能も半分以下です。そこら辺は割り切ってください。本当にね、自動操作だけ楽に使えればっていう感じなんで、でも巻物も十分できる、精度もいいんで十分なんですけど、で機能はいろいろ半分なんで、そこら辺はね、買う前に代理店の人によく聞いてください。買ってから何年できなかったのかとか言われてもね、やっぱ困るじゃないですか。なんでやっぱり何でもやりたいっていう人はやっぱトリンブルとかトップホンとかね、買ったらいいと思います。これはちゃんと楽に仕事ができるよ、でも精度もちゃんとあるよっていう機械なんで、はい、割り切ってください。安いんで。午前中ね、1枚畑を終わらして、午後からまたやってます。またね、間開けてやってますよ。間開けて北連 RTK もね、ちゃんと使えるしね、スペースチャビいいですね。これね、起動が早いようですね。もう仕事しようと思って電源入れたら、もうすぐ使える、すぐっていうかちょっと待ってたけどすぐ使える。これ起動が早くていい、マジで本当に起動早いよこれ、うん。普段はここはね、来年ビートにする畑で、普段は小麦終わった後このまま緑肥を巻いて、併用図巻いて、それからサブソイラーパワーハロー今かけてるね、かけるんで、そしたら緑肥が混ざってうまく綺麗に入るんだけど、ここは今年はセクションコントロールで周りを巻きます。なんでとりあえずサブソイラーパワーハローで混ぜてます。混ぜて、これ今ね斜めにかけてて、畑斜めにかけて、もう一回今度縦にかけて、それからちょっとロータリーをかけて、それで畑作ろうかなと思ってます。いやー、だけどさ、毎日めちゃくちゃ暑いよね、本当にマジで。今トラクター乗ってるからさ、仕事、昼間できるけどさ、エアコンあるから仕事できるけどさ、マジでもう昼間異常だよね、本当に。今もうね、朝さ、ブロッコリー今年ないから、朝ね早く起きて4時からさ、もう2時間ぐらいちょっと畑の草抜きしたりとかして、で昼間はトラクターで仕事してます。そんな感じだね、はい。朝草抜きして昼間はトラクターで仕事。このさ、昼間さ、もう暑すぎるからさ、もう国産トラクターだったらオーバーヒートしちゃうよね、マジで。やばいよ。でね、今ね、面白い本を買ったんですよ。これローマンのね、ならずもの冒険記っていう本を買ったんですよ。俺ね、この人のね、YouTube をね、もう2年くらいね、ずっと見て、ローマンっていう人、今ね、岡山に住んでるロシア出身の人なんですけど、元ブロガーなんですよね。それで、バイクで走りながら、周りの車の走りをね、実況中継する人なんですよ。すごく面白くて、もう2年くらい YouTube 見てて、で、そういう人ね、今年7月に、ついこの間はね、本が発売になったんで、これ漫画なんですよ、漫画がね、これ漫画なんですよ、発売になったんで、これは面白くて、ちょっと買ってみました。でね、このローマンの YouTube のリンクもここに貼っておきます。このローマンのね、YouTube のリンク貼っておきます。あとね、最初に紹介した、おやつを送ってくれた先生ファームさんのリンクも貼ってきます。先生ファームとローマンです。
いつも楽しく見てます。杉山農場。